どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、ギャラパキ発掘恐竜チョコ、新しいのが出てたんで買ってきました。こちらね、よいしょ、ちょっと置いて、ボルケーノバージョン、なんかちょっとかっこいいですよねなんとなんと、あのいちご味になってるみたいで、この周りがいちご味になってるみたいですね。赤色になってますね。で、期間限定、これいつまでなんだろう。で、くるっと回して、形はね、全部で6種類、中に何が入ってるかわかんないやつですね。レベル1、ステゴサウルス、レベル1、パラサウロロフスに、レベル2、ティラノサウルスに、トリケラトプスですね。あと、プテラノドンもレベル2ですね。で、レベルハテナがわかんないってなってますね。でも、この6種類、前のやつと多分同じですよね。ってことは、このレベルハテナはマンモスかな。このね、当たりのトレイで、イニシエの秘宝が必ずもらえるようですね。トレイ中央のキャラパキマークを切り取って応募しようってなってます。こんな感じですかね。赤なら1枚でいけるみたいで、白ならね、3枚集めると、送ったらもらえるみたいですね。ではね、1袋目見ていきます。カットして。さあ、何が出てくるかな？これは？出てきたのはパラサウロロフスが出てきました。あ、すごい。いちごのいい匂いがします。で、まあ食べ方としては、まあこのガブッといってもいいんですけど、これね、パキパキ。こう割っちゃってね。こんな感じでね。周りと別に恐竜だけ食べたりなんかね、することできますね。はい、では2袋目いきます。よいしょ。さあ、次は、あ、これはトリケラトプスが出てきました。で、せっかくなんでアニアのね、トリケラトプスと大きさ比べるとこんな感じで。アニアよりかはちょっとちっちゃいですけど、意外とね、この方のね、トリケラトプス大きいんですよ。では3袋目いきます。ティラノサウルス欲しいですね。よいしょ。いきまーす。じゃじゃん。あー、かぶったー。トリケラトプス。なんか嫌な予感してきましたよ。4袋目いきまーす。さあ。いきます。せーの、よいしょ。あ、これはこれはこれはハテナ、マンモスだ、やっぱりハテナだけでもちょっと変えてほしいところでしたよね。せっかくなんでね、アニアのマンモスとね、比べるとこんな感じになってますね。はい、どうですか、このね、牙のところとかね、よくできてますよね。で、今回ね、6袋しか買ってきてないんで、トリケラトプスが被った時点でね、コンプはちょっとね、無理になっちゃいましたね。残りは、ティラノサウルスに、プテラノドンに、ステゴサウルス。あと2種類は出てほしいですね。はい、これからね、5袋目いきます。カットします。よいしょ。さあ、あ、ちょっと待って、これこのケースが違う、白色だ。取り出すと出てきたのはティラノサウルス。やったー、欲しかったの出ました。ティラノサウルスかっこいいっすよね。アニアジュラシックワールドの T-Rex とね、比べるとこんな感じになってますね。口をねガバッと開いた感じね、かっこいい。で、前足がねこれ短めになってて、後ろ足ですね。この頭のね、形がいいっすよね。で、ケースのトレイがこれ白色なんすよ。で、パカッとね、めけるとこんな感じで。そうか、そうか。白色のトレイは3枚集めてね、応募すると、イニシエの秘宝がもらえるみたいで、で、これはね、赤色ではないっすよね。これ茶色っぽいっすもんね。茶色黒？そんな感じの色なんで、多分これは赤色ではないでしょう、きっと。なるほど。とりあえずこのね、今2種類出ました。赤色見てみたいな。赤色、なかなか出ないんでしょうね、赤色ってね、やっぱり。はい、袋カットしまーす。よいしょ。赤出てほしい。あー、出てない。じゃじゃん。はい、ラストはパラサウロロフス出た。かぶっちゃった。一袋目の時にね、ちょっと見比べてなかったんで、アニアのパラサウロロフスと比べるとね、こんな感じになってますね。頭のところのね、特徴的な部分ですね、ここなんかよくできてますね。可愛らしい恐竜ですよね。今回スーパーで買ってきました、キャラパキ発掘恐竜チョコボルケーノバージョン6袋開封したんですけど、出なかったのがね、ステゴサウルスとあとプテラノドンですね。気になってたレベルハテナはやっぱりね、マンモスでしたね。で、トレイの方赤色は出なかったんですけど、白色はね出ました。こんな感じ。白いいですね。白すごいなんか可愛らしい。これ赤色ってどんなんだろう、めっちゃ気になりますね。そう、チョコレートね、いちご
ところね、いい匂いがしてて、サイズも大きいんでね、いやこれ嬉しいですよね。またお菓子の時間にでも、こちら新しく出ました発掘恐竜チョコボルケーノバージョン、ぜひ食べてみてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったら評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッターインスタもやってますんで、よかったらぜひ、説明欄の方に書いてるんで、登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。